前回に引き続きまして、作家で法政大学教授の藤沢修先生と漫画家の黒金博先生にお越しいただいています。今回は藤沢先生が上司された武蔵無常を題材に、なぜ今武蔵無常を論じるのか語っていただきます。人生と時代の矛盾に踏み込むはずの文学が逃れているリアリティ、そして戦後日本における死生観、さらに文学における言葉と表現者の人格との関わりについて話が及ぶものと思われます。それでは早速お話を伺いたく、よろしくお願いいたします。今週もよろしくお願いいたします。ところで今村さんね、はい、お遍路さんたちはね、六根症状と唱えながらこう山を登ったりなんだりしてるね、はい、映画で見てるのかな、なんで見てるのか、なんか人生で10回ぐらい見たみたいな気がするんだけども、はい、六根ってお分かり、はい、目と鼻と、そう、視覚、聴覚、聴覚と口、味覚ね、あと体、触覚、普通ね、あと一個何ですか、第六感でいいんだけど、まあ、あとまあ意思の意ですね、いいですね、いいですね、第六番目はね、意思ですね、あの意思、認識も、まあ、ちょっと含んでるのがいいなんですよね、それを清めましょうというね、はい、これあれですか、普通の言葉で言えば、はい、心だと言ってもいいの、ね、心と日本人が言ってるもの、つまり自分がこう世界をこう知覚したり認識したりする器官の動きっていうことだと思うんですけど、それが濁ってるからダメなんだ、症状しなきゃダメだっていうことだと思うんですけど、まあそれはもう武蔵はもう五感なんてのはもう本当鋭敏だと思うんですけど、さらにその六根の底にあるいわゆる仏教で有意識でいう荒屋敷っていうことは、この前にあるのか、そうですね、なるほどね、心の前、一番底っていうんですかね、そこでしょうね、はい、表層意識があって無意識があって、まあ、深層意識とも言うでしょうか、でその底にもゼロポイントみたいなものがあって、そうです、ね、ここはもう本当言葉なるもの言葉ならざるもの、まあ、有意識ではなんか種子種って書くんです、種子って言いますけど、それがこう浮かんできて言葉と結びついて我々はああコップだとか、ああ紙だとかって分かるんですけど、それに言葉ならないものがもううごめいているって、言語以前なんだけども、やっぱり言語をもたらす意思、俺はこれをやるという言葉、式で言えばこれはこれであるという言葉、それをもたらす種はあることはあるんでしょ、ない、僕は否定してないですよあのいかんともしがたいっていうね、前も申し上げたと思うな、春の小川はさらさら行くよっていう、これ全部春って名付けたのも人で、小川も人で、さらさらに至っては誰が聞いたのだと、でもそこから物語始めないことには人類の文化も何にもできなかったですからね、だからそこが皮肉でもあるんですね、まあそうですね、種というけども、なんかこうね、目に見える触れるようなもんじゃなくて、その種自体が意識の方から言えば非常に恣意的なね、一体どうして春というんだろうとこに始まって、どうして種というんだろうっていうふうなね、そういう摩訶不思議な種なんですよね、でそういうところまで武蔵は感じようとしたと。その六根の底にある荒屋敷みたいなものですけども、この小説の中では独行の入りって、あの独行道の独行を取って入りっていうのは扉っていう意味なんですけど、はい、無意識の荒屋敷の扉がパッとこう開く、これはもう自分が危機的状態に陥って自分を抹殺した状態になると開きやすいんじゃないかなって僕の経験からすると思うんですけど、その開いてる時ってむしろチャンスなんじゃないか、言語以前の深みにこう入っていくという、言語以前のものをすごいこうキャッチしやすい状態になって、例えば芸術家とか表現者は、まあ武蔵の言葉で言えばどっこの入りがいつも開けるっていうんですかね、武蔵があのワンシーンでそのすごい積乱を目の前にして言葉を失う、で嗚咽するってところなんですけど、あれは多分世界の無限性にもう打たれてしまって捕まってしまってたじろいでる状態だと思うんですけども、
まあ、そのつもりで書いたんですけど、むしろ剣でなくてもよかったんだろう、あのまま絵筆を持ってもよかったのではないかって思いながら、うん、そのシーンをちょっと書いたんですけど、うん、はい、ただ武蔵の性格であの絵筆だけではあくびが出ちゃうんだろうと思うんですよね。より緊張の高まるものに吸い寄せられるっていうか、あの今おっしゃったのは五輪の書に敵のうの頭を叩くってなるでしょ、あのうってなんだって、動くのうなのか気配のその前なのか、でそこは微妙にその言葉にならないことを彼はあの言語でも記そうとしてるし体現しようとしてる、あそこはチャーミングなんですよね、はい、あそこ面白いですよね。あ、こういう表現があるんだと思って、現代剣道の場合怒りっていう表現を使いますね、あの技を出す前のちょっとした動きですね、でここを察知してもう先にこう入っていくっていう、それをうでしたっけ、うです、ね、相手がうっていう時に打つだと、打つではなくてうの時に打っていくっていう、こういうふうに言ったらお二人は怒りますかね。うね、話ひっくり返すようだけども、夫婦の動きね、相手の釣り合いの動きか、それは本当酒飲み友達でもいいんですけどもね、飲んでる時に相手が退屈してるなとか怒ってるなみたいな、そういうものをね、まあそれ日常生活ですね、酒の日常生活ではそれを互いにこの動きのうの段階で察知して言葉を微妙に変化させたりさ、表情を変えたりしてるという、宮本武蔵のようになるとその殺人剣、殺人剣ですからね、さも驚ろ驚ろしいようなことになるけれども、案外それと同じことが生活で繰り返されてるというと怒りますか。日常っていうじゃないですか、日常なんかこう安穏と生きてるようでいて実はすごく怖いんじゃないかと思って、そういうことですね、稜線って言うんですかね、現実の稜線、尾根ですよね、を、うんうん、歩いてるようなところがあって、まあ、こっちちょっと倒れて何かのタイミングで倒れて死んじゃうかもしれないし、うん、これ分かんないわけですよ、うん、ギリギリのところ、うん、単に日常ってのはそれが未遂の状態だから穏やかに見えるかもしれませんけど、うん、決してそうではなくて、うん、その先ほどのもういろんなことを察知してバランスを取って、ああなんとかここにあるんだなというふうに、日常生活の場合はそれを意識化しないでね、はい、うん、ほとんど慣習になっちゃって、特に夫婦なんかはそうですよ、大体普通何十年も一緒に暮らしてますからね、うん、朝目を合わせた途端にね相手のご機嫌がうるらしいかどうかうんって、まあちょっとね、うん、話を落としすぎるけども、うん、それがこう剣とかなんかになってくるとね、結果が殺しですからね、今風に言えばテロルですからね、恐ろしい緊張の一瞬ということになるんでしょうけどね、うん、そんな武蔵がほっとする時間ってあったんですかね。なかった、ね、お風呂入んないんですよ、はい、どういうね、やっぱり刀を離すってのも恐怖だったんでしょうね、これは。でも黒金さん見てるとね、はい、そんな気がするんです、ね、刀を一応持ってここにもついてます今ふっとね、まあ、刀つけてるんですけど、ね、あ刀のそれも今頭に浮かんだんですけど、あの武蔵ほどじゃないけど、あの清水の次郎長って剣がものすごく強かったんですね、それであの彼の場合は喧嘩の剣みたいな、うん、コツみたいなことを書き残してくれてて、うん、相手と抜刀した時に、うん、相手の刀をちょんちょんってやるんですって、それで硬ければ勝てる、柳に風のようにこう受け流すような、うん、これは相手は腕が立つから、うん、これはちょっと構え直さなきゃいけねえというような、うん、だから武蔵と水準が全部違うんですけど、うん、裾野で次郎長も近くまで行ってるっていうね、山岡鉄舟のあの剣の師匠といいましょうかね、だから武蔵はもっと高邁なんですね、いろんなテクニックを書き残してくれてますでしょ、うん、でもあれ人のために書いたんじゃなくて、あれ何なんですか、あれはマニアックですよ、マニアックですね、五輪の書なんて、うん、いかに切るか負けないかっていう、もう本当にもう執拗に書いてますからね、ほとんど変態ですよね、はい、いや本当怖いくらいですよね、うん、さっきの腕ですけど、枕を押さえることって言って、うん、相手が技を出す前をこっと押さえるっていうようなことから始まって、うんうん、で僕ら技って速ければ速いほどいいんだろうと思うんですけど、速さは関係ないって書いてあるんですね、表紙を外す、だからバーンなんて出るんじゃなくて、ちょっとこう先ほどのチョンチョンじゃないですか、ここで相手のリズムを崩してゆっくりスパッとこう切るとか、なんかそういうことがもう細かく書いてあるんですよね。前ですけども、秋葉原でね、
加藤何がしが突如人を何か忘れましたけどね、刃物で殺し始めて、武蔵と比べてんじゃないんだけども、心の奥底のにある何かこう基準をね失ってしまった時に、何か得体の知れない普通の人が見れば狂気へと突っ込んでいくっていうね。多分そのこの本を今書かれてるってことはね、別にこの今よくあるようなこの歴史でああでしたこうでしたってことのあれじゃなくてね、紹介でも解釈でもなくて、今もなお人間はそのあたりの入りの問題をめぐっていろんなことが起こってるという、そういうふうに武蔵を見ようとなさってるんでしょうね。何がきっかけで訪れるか分かりませんもんね、うん、本当に。もちろんその人との軋轢、それもまあ原因になったりもするし、うん、コミュニケーションの問題もあるだろうし、うん、あるいはそれこそ入道雲を見てて美しくて言葉にできなかったからとか、うん、いろんなこうきっかけがありますけど、うん、自分の基準ってまあ、絶えずこう壊れたり、またあえてこう作ってみたりとか揺れ動いてるわけですから、まあ本当武蔵に限らずもうやっぱりこの小説もあの現代の問題として書かせていただいたんですけど、入りその問題をユーモアとしてね、まあそれは漫画のことも含めてですけどね、人間はこの究極の基準見つけたいけど見つからないというあたりのことをね、ユーモアで表現することによってなんとか生存しているというふうなことを黒金さんがおっしゃったけど、しかし黒金さんちょっと聞きたいんだけど、ユーモアですけどね、こういうふうに言った人がいるんですよ。ユーモアとウィットは違うと。これチェスタートンってイギリス人言ったんですけどね、ウィット基地って訳すのかな、基地っていうのは自分が高みに立ってね、なんでお前に言ってることはつって上から目線、彼はねあれなんだよ、ニーチェを批判してね、ニーチェは何たってユーバーメンシュウルトラマンね、超人の見地からこの属性を見下ろすというね。でもそれはねユーモアじゃないんだと、ウィットに過ぎないんだと。ユーモアとは何ぞやとチェスターと言って、そこがね僕宗教信仰したこと一度もないから理屈でしか分かんないんだけども、彼はいろいろとやって最後カソリックになるんですけどね、天と言ってもいいし空極のね神でも悟りでも何でもいいんだけど、何かそういうものがあるとして自分はそこに近づこうとするんだけども到達できるわけはないという、この距離感にね、彼の言葉で言うとペーソス、ユーモアにはこの悲しみの感情、ペーソスがないとね。でニーチェ君にはでも本当こと言うと本当はちゃんと読めばニーチェにもあるんですけどね、おそらくチェスタットンはニーチェほとんど読まずにね検討で言ってるんだと思うからニーチェとかなんか名前忘れて結構なんですけどね。そうなってくると黒岩先生どうなるんでしょうね。そういういやですからもうご承知の通りのユーモアってのヒューモアですね、体液みたいなこと、でこれ笑うしかないんですね、結論は。言語でも追い詰めても、で武蔵もおそらく古木名義図のあのモズとあの芋虫のあれユーモアを感じるんですね、武蔵の呼吸深呼吸っていうんですか、だから彼があの刀の唾作ったり物作りっていうあっちへ行くっていうのがあれば大いなる呼吸をしに行ってる、実は逆転かもしれないですね。人殺す時に深呼吸してたのかもしれないし、これは非常にこう回り回って面白い見方なんですけれども、どの道ってもチェスタートンでも構想でも笑わなきゃしょうがないですよ、哲学者でも。まあそうですね、笑う瞬間っていうのはこれはやっぱり言語なんですかね、笑いっていうのは。そうですね、キリスト教哲学の一種かな、神の高笑いね、交渉。僕はね案外スマイルね、微笑は多く使うんだけどね、高笑いをしたことは一度もないんですよ。バカなことばっかりやってるんですよ、自分の人生振り返ればバカの連続なわけですよ。それで神の高笑いっていうのはね、このキリスト教を考えるわけですよ。つまり絶対者が人間っていうのは作ったんだと。でもね、ちゃんとどっかにこう不完全不均衡を埋め込んでいてね、肺は2つありますけど、腎臓も2つあるけどさ、心臓はこっちに1つでしょ、肝臓もこっちに一つでしょ。どっかこのインバランスね、不均衡を神様は仕組んで人間作ったと、まあ、みんな物語なんですよ。でその不均衡のせいで
人間は次々とバカなことをやっとると。戦争をやったりさ、まあ、恋愛もバカかもしれないけど惚れたり晴れたりも含めてね。で先生、理屈で言えば神が果たして高笑いするかね、そこから始めていただかないと言語が破綻した時ってもう笑うしかないんだろうなっていう気もしますよね。あの寒山十徳図、二人の、ね、同時がこう天を仰いで下下対照する、うんうん、あれもう言語をこう超越してますから、うんうん、武蔵もそうだし、やっぱなんかそうい う, こう超越した瞬間にこういうユーモアが出てくるんですかね、うんうん、バールあったんでしょう ね, ね、笑ってる武蔵って、うん、魅力的ですよね、うんうん、まあ一番怖いですけど、ね、一番怖いよね、うん、話をずらして言うと、まあ、よく知らずに一致半解で言ってるんですけどね、僕道元ちょっと読んで、まあ、座禅の哲学、まあ、分かったような気もした。親鸞のね「歎異抄」を読んで、まあ、分かったような気もしましたよ。それから日蓮の「立正安国」、国を持って立てというね、それも分かったような気がして、高野山の空海のね、うん、まか不思議なもの、でも一番分からないのは一辺上人ね、踊りまくる、しかもね女の集団、ほとんど女だったら後ついて歩くのね、それでもとも踊りまくる、まあ言葉じゃないけどやりまくる、これ笑いとは逆の狂気に近い世界ですけどね、僕ね恐ろしくてね、そういうの近づきたくない。踊り念仏、踊り念仏それであの世が混乱した時は、戦後でいうと北村さよってご存知？知らないです。戦後の大混乱期にやっぱ踊る宗教のね、女性ですけどね、やっぱりね時代が大混乱になった時にまず狂気じみてくるのと同時に、それにやっぱ感じるのは女性なんですね。武蔵の場合は女性はどうなってたんですか？ほとんどその関係は見られませんね。どうなんでしょうね。熊本の武蔵の日に女性の名前が刻まれてるっていう説があるんですよ。見に行って触ったんですけど、うん、ちょっと判明できなかったですけどね、うん、ただ先生のおっしゃったのはそのトランス状態ですね、うんうん、で武蔵もこう切り込む時にスッと行く時にこう真っ暗闇のようなところにいる、それでも気がつけば切っていたっていう、これも一種の性のトランス状態でしょう。だ一辺の方は大騒ぎしていく、動作的にやるけど、武蔵の方は静かに静かに、だからこうラウンドしてるんでしょうね。なるほどね、そうか、静かな恍惚状態ね。武蔵の歌でその振りかざす太刀の下こそ地獄なれ、一足進め先は極楽っていうね、ここでもう待ってたら地獄だと、もうその先ほどのトランス状態じゃないですか、ガーッと前に出るとそこに極楽があるんだという言葉がありますけど、昔なかなかあれですね、加藤君に示す基準が出てきませんね、まあ、加藤にしろ、まあ、とにかく、まあ、あの理由なき殺人したと言われているもの、自分がいなくなって、だけど自分を証明しなきゃダメだと、その存在証明するために殺人という手段を選んでる、これ異常な、もう本当に異常な事態なんですけど、これでも例えば表現、漫画を描く、美術、うん、あるいは音楽作る、うん、文章を書く、こっちの方もやっぱかなり近いと思うんですね。そうでしょうね。でその加藤が表現っていう手段を掴んでいたら、うん、と本当思いますね。それこそもう昔からのね、永山典夫もそうですし、うん、彼はまあ最終的にまあ小説書きましたけれども、うんうん、そうか、そういうことか。価値ある物事の考え方を世に広める表現者。5月号の特集は、保守思想による非常事態条項の提言。人生においても常に隣り合わせである危機について、非常の時をいかに生きるか。時代が危機に突入する中で全体状況を捉えた言葉が求められている。各月刊誌表現者好評発売中。やはりその言葉以前のものを求めて人間は今日ね、狂いね、でもこの狂いを自覚している自分もなんとか保ってれば
そうむやみやたらなね、秋葉原殺人事件まで行かなくて済む。しかしながらその基準が言語依然の基準といった途端にまた言語が復活する。言語依然の言語とは何かというわけのわからぬ話が次の週にお二人に僕にも分かるように説明してもらうということで今週はありがとうございました。ありがとうございました。